欧州、コーカサスアジア輸送回路は、東ヨーロッパコーカサス、中央アジア地域の14カ国及び、欧州連合による国際運輸に関する取り組みである。この取り組みでは、国会沿岸、南コーカサス、中央アジアの地域間における経済関係、貿易、運輸の強化を目標としている。欧州委員会の出資により常設の事務局が、アゼルバイジャンの幕府に設置されたほか。 地域事務所がウクライナのオデッサに置かれている。2009年以降はすべて加盟国による出資で運営されている。トレイスカの設立は1993年5月であり、運輸に関する新たな取り組みと発展、交通回路の確立と発展を目的とした国際運輸の多国間協定として発足した。この調印に際しては欧州連合諸国と降下さす 中央アジアの各国が参加した。この取り組みは、旧ソビエト連邦諸国とヨーロッパとの交通アクセスを強化し、陸路、鉄路、回路の充実による国際市場の拡大を通じ、経済的及び政治的な自立を支援するというものである。2004年の爆風イニシアティブもまた、トレイスカの活動の一つであった。続いて2006年には、ブルガリアのソフィアにて、 より踏み込んだ形での閣僚会議が開催された。欧州連合トレイスカ加盟国トレイスカ、超印済み現在までのトレイスカ加盟国は以下の通り、加えて28カ国が参加2009年9月のブリュッセル会議における要請受理を受けてイランが正式加盟。しかしながらトレイスカの取り組みに対する技術支援の提供が行われなかったことから2010年に 国連安全保障理事会及び欧州連合は制裁決議を行った。2016年7月、ギリシャがトレイスカの活動にオブザーバーとして参加したい旨の考えを表明した。2000年3月、アゼルバイジャンのバクーにトレイスカの常設事務局が設置された。そして2001年2月21日にアゼルバイジャン大統領ヘイダル・アリエフとハビエル・ソラナ、 クリストファー・パッテン、アンナ・リンドが加わり、活動が正式に始動した。政府官委員会は、初代事務局長として、ジョージア大使、ズビアドクバ・バチャン・ティラゼを選出した。事務総長は、常設事務局の最高責任者である。現在の事務局長は2015年1月の政府官委員会で選出されたミルチャ・チョプラガである。トレイスカには5つの作業部会があり。 それぞれ、海上運輸、航空、鉄道、交通安全、運輸インフラである。具体的なプロジェクト事例としては、ジョージアとアゼルバイジャンの国境に新しい橋を建設し、歴史的依存である赤い橋を保護するプロジェクトが挙げられる。ありがとうございます。